お、今日は魚の解説か。なんて名前な？そいつの名はストラテスポット。で違う、前の方のでかいやつの解説だ。なぜそっちに目が行く？さて前の方の解説だ。前の方の学名は、ロングムレイアターノ、アンピピア。意味は長いリヴァイアサン。飛翔名は両生類を意味する。質問を先読みして答えるが食べることは不可能だ。全身に猛毒があり食べれる部位が少ない上非常にまずい。分類は両生交病種目オースマーグヌムかロングヌムレイアターノ属ロングヌムレイアターノ種だ。ちなみに近年はオースマーグヌムとの違いが多いとして独自の分類に区分することもある海洋に適応した両生類であり現存する両生類の中では最大級のサイズを誇る。そのため成長すると基本的はおらず共食い以外は恐れることはない。一方前足のヒレはあまり発達しておらず身をくねらせて泳ぐ。獲物を見つけると下から忍び寄り腹に噛みつき狩りを行う。目が悪いが優れた嗅覚で獲物を探す。決まった縄張りを持たず海を決まったルートを定めず一生泳ぎ回るぞ。